宣伝なんかでも、そのエンディングを使わせていただいて、あーたーたーたーで終わるんですね、その宣伝で。はい、ということで、ラギアドールでございました。はい、それではですね、もう一曲、まあ、フランスの曲でラベルのモデルをやってみてください。素晴らしい。はい、ありがとうございます。今、あのボレロっていう映画を上演してるんですよ。はい、でこの間私、あのみんなとみたいなのを見てきたんですけど、あのレディートピアフと違いまして、まあ、あのラベル自身もまあちょっとこう屈折した育ち方をしたりもしてるんですけど、でもあのなんていうんですかね、やっぱり作曲者に対するあのリスペクトがとてもある映画で、あの、まあ、ピアノの曲が中心なんですけれども、あの、私もまあちょっと関わったこともあるアレクサンドル・タローさんという、タローさんですけど日本人じゃないですよ、フランス人ですよね、うん、あのタローさんが素晴らしい演奏をしていて、あの演奏も素晴らしい、まあ、どの曲も知ってる曲をやってくれて、で、タローさん自身もあの辛辣なちょっと嫌味な評論家の役で役者で登場してるんですよね。それあのパンフレット買わないと分からなかったんですけど、あのあなんでこんな面白いこともする人だったのかと思いまして、それからあのロンキコンコントルって有名な広告であるでしょ、あれの、ま、あのロンさんというのマルグリット・ロンさんって言って、あのラベルの曲をあの初演をたくさんやったピアニストなんですけど、あのマルグリット・ロンの役の方も出てきたりとか、あのまあなんといってもそのラベルの有名なエピソード、自分の気に入った靴が来ないとステージに立たない、ね、超わがままな方だったんですけど、そういうシーンが何回も出てきた。でもその、イダさんっていうあのロシアのバレエディーナにカンパニーをやってる女性の方なんですけど、その20分ぐらいの曲を私のために作曲してほしいと頼まれて、で、20分は長いな、15分でどうって言って、じゃあ17分でってなんかできてるみたいなシーンがあるんですけど、じゃあ17分の曲をって で、もうできたかしら、いやーまだな、できたかしら、あ、オーケストラできてるんだけどメロディーがねみたいなことを何ヶ月も何ヶ月も何ヶ月もやって、で、やっとできたのはこのボレロなんですね。で、まあ、あのメロディーがまあ言ってみれば3つしかないんですね。で、その最初の2つを繰り返していて、で最後はちょっと転調して盛り上がってエンディングになるという、あのどなたかでしたが、あの巨大なクレッシェンドだけじゃないかとか、ね、悪口も言われたりもしたんですけど、でも、まあ、メロディーが分かりやすいということもあって、あの世界的に大ヒットをしてるんですね。それで私もちょっと一瞬悩んだんですけど、この映画のオープニングでですね、あのいろんなジャンルの演奏家がいろんなジャンルで、それから歌を歌っちゃったり、ジャズにしちゃったり、なんか民族音楽にしちゃったり、この曲で 使われてるんですよ。もう何でもありボレロっていうのを見たので、この2人でやるなんちゃってボレロもまあ許されるなと思いまして、確かこの譜面誰かにもらって持ってたなと思う、一生懸命探して見つけまして、で、まあ、ちょっと私なりにちょっとそんな感じで2人で、まあ、17分は持たないんですけど、あの半分ぐらいですかね、はい、2人のボレロをやってみたいと思います。何でしょう。でそれでそのバレリーナはついに踊ることができたんです。何ていう方、あのね、イダ・アレクサンドラだったか なんかいつ頃の、だからあのラベルが生きてた頃なので、この曲は1937年、ロシアのバレリーナ、バレリーナです。だからニジンスキーとかいろいろ来てたじゃないですか。そう、うん、まあ、ニジンスキーは男性なんですけど女性で、まあ、ちょっとこうどっちかというとセクシー派というか、まあ、エロジック派というか、でラベルはエロジックにしたくなかったのに彼女の会社とかそうなってしまう。でも、私たちこれはあの、近代性のそうそうそう、そういうイメージがあるじゃないですか、あのマジャールのところで使われてるの。だけどこれ私はボレロを先に知ってたので、マジャールがボレロをバレエに使っちゃったんだなと思ったら、そうじゃなくてバレエの曲として作られたっていうことが分かったんですね。モーリス・メジャールですよね。そうです、あの有名にしたんですね。そうです、まあ、今の私たちが
なんてかっこいい曲だろうと思います。ものすごく難しい踊りなんですよ。あ、そうですか。まあ、やっぱり施設会がついに覚えられなくて、挫折して帰ろうとしたぐらいの難しい踊りなんで、デジャブの振り付けは。あ、そうですね。なんか相当体力がいりそうな感じなんですよ、ね。で、その井田さんが踊っているシーンももちろん出てきて、で、もうその時代の演奏会としては珍しく初演で大成功っていう感じなんですよ。お客さんすごく喜ぶ、初演は散々だったっていう話を私たちいっぱい聞いてるので、例えばストラミンスキーの春の祭典なんかは、こんなの音楽じゃないって言って立ち上がった人がいたとか、そういう散々な状況とか、チャイコフスキーのね、有名なバイオリン協奏曲も、でも最初は初演は初演で成功しなかった、ベートーベンの曲も最初は成功しなかったみたいな話ばっかりなのに、このボレロは最初からもう大成功で、また聴きたいって皆さん思うような感じだったんですね。まあでもそれはその井田さんの踊った方で、で、そのラヴェル自身はですね、なんかこうちょっと物が ずれて見えたり、なんか物を覚えられなかったり、言葉が出てこなくなったりして、あ、脳がおかしいんじゃないかって言って、脳腫瘍を疑われて手術をするんですよ。で、脳開けられたら、でも脳腫瘍見つからないなって、また閉じて、でも結局、それもあって亡くなってしまうっていうね、そういう亡くなり方だったんです。まあ、60代になっていたんですけど、それで、その、この頭に包帯巻いて、こうやって、タキシードみたいに着てるっぽい、タキシードかエビフとか着てるっぽい感じのベッドのところで、目つぶってる中で、多分そのラヴェル自身の頭の中では、これが踊られている、自分も気に入ったような踊りを踊ってくれてるイメージがあったのかなみたいなシーンで映画は終わるんですね。なので、そのラヴェルの役の人が指揮をして、で、オーケストラをこう、指揮者真ん中にいてオーケストラの周りにこう取り囲んでて、その中を男性の、まあ、ちょっと中年になりかかってる感じの男性のバレリーナの方が一人で踊るっていう、そういうシーンがあって、だから、その映画として、まあ、とてもいいなと思ったのは、そういうこう、いい演奏、いい情景、いい芸術的な場面っていうのをちゃんと見せてくれてるっていうのが、とても私は満足できる感じでした。結構作曲家の、主人公にした映画って、こんなに立派なのに実はね、みたいなそういうエキセントリックな作りが結構多いんですよ。もうじきチャイコフスキーもやるらしいんですけど、チャイコフスキーの妻っていうのが、なんかチャイコフスキーはね、同性愛で、それで君は同性愛なんて恥ずかしいから死ぬべきだって友達に言われて死んだっていうのが一応定説にはなってるんですけど、その時代に奥さんが、夫はね、私じゃなくて若い男が好きなのよなんて叫ぶはずがないと私は思うんですけど、そういうのが宣伝で出てきたので、あ、ちょっとこれは見る気しないなと思って帰ってきました。でやっぱりラヴェルは